女性大学生です祖父が古くなった築32年のアパートの建て替えの営業がほぼ毎日来ています。しかはあまり高くなく、新築で家賃も7万5000円のようです。これに入居者がいなくても家賃補償が出るようですが、サブリーザ契約によって家賃がどんどん引き下げられる可能性があると言っていました。築32年のアパートはローンはすでに支払いが終わったり、今、入居者がましです。将来の相続のためにアパートを参加者を下げておくことが大切だという考えもあって、祖父は建て替えようと考えていますが、僕と母は反対です。何件、ごをください。うんと、まあ、多分そのおじいちゃん、騙されますね。<laughs> あの結局そのあの 家賃保証ってあの保証するの不可能だよねってよく考えればわかると思うんですよ。でああのまあ、昔その大これ名前出さが D なんとか検託みたいなところがその家賃保証ですっていってもちろん農地なんであの誰もつつ、まあ、そんなところあのお客さん入んないよねっていうところでそのあの農家の人とかがま大、あ、家の人が困って言うんですけどで契約書をよく見ると家賃保証するんだけど家賃の額まで保証しませんって書いてあるのでじゃあ,あの家賃保証するは月1,000円なみたいなことができちゃうんですよ。 っってて、いいうのががあそそも,そものお客さんが入んない状態で永遠に家賃を保証するなんてでも要はあの、まあ、欲深い人たちって自分は絶対損しないしずっと得するみたいなことができると思い込みたいんですよね。でそこでコロッと騙されるっていうのがあるのででその多分おじいちゃん時間の問題で騙されると思います。<laughs> 要はその家賃保証をするような会社と契約しようとしてる時点でもう危ういんですよね。 あのはちゃんと設けたいのであればじゃあこういう形の新築をきちんと建ててこういうお客さんを入れればいいよねっていうので銀行から金借りて建てればいいだけなんですよ。 今、その、あの、例えば今7万5千円で貸してるのであれば、それをじゃあ8万5千円にするためにはどういう設備が必要ですとか、逆にじゃあもう安くして、その部屋数を増やすとかっていうのをちゃんと自分たちで考えて、このプランでいくんだっていうので、で、その土地を担保にして、銀行から金借りてやればいいんですけど、そこのリスクを負わない代わりに、どっかの怪しげなところっていうのの、その、話をして、じゃあしかも家賃も乗務するよ、みたいなので、騙されるっていうパターンだと思うんですけど、ただまあ、あの、結局、決定権自体は祖父が持ってるので、難しいんじゃないかなと思いますけどね。 えー、先ほどの建築の話で、先ほどのサブリース契約でした。まさに来ているのが D 等検索です。<laughs> 一応僕の意見も通るみたいなので何か一周する意見があれば教えていただきたいです。えっと、そのあの D 検索だと、あのググれば、その家賃下げられたっていう話、いくらでも見つけるので、あの D 検索であのググってその、その家賃保証って言ったりで、こんなに下げられて苦労してますとか、揉めてますっていうのをいっぱいあの印刷して持ってってください。はい、そのものズバリりすぎてちょっとびっくりしました。